こんにちは、バコちゃんと申します。皆さん J リーグクラブチャンピオンシップ遊んでらっしゃいますでしょうか。今回はエンブレムゲッターのイベントについて説明していきたいかなと思っております。エンブレムゲッター、2月に初登場いたしましたランキングイベントの一つ、今回6月9日火曜日17時から、2度目の登場ということで、実際ね、このイベント進めながら皆さんに説明していければなと思います。よろしくお願いいたします。早速ね、まず、カプセルゲットしちゃいましょう。ゲット、マッチ5の、赤ですね。赤いカプセルが来ましたよと。まあ適当にね、このカプセルをじゃあ、育ててエンブレムをゲットしていきましょう。このカプセルにしちゃいます。でまあこれは、イベントデッキですね。まあ適当にじゃあイーストですね。はい。イーストで、じゃあイージーで試合してきます。はい。試合終わるまでカットします。はい。試合が終わって勝ちましたと。で、ポイントが入って、1試合消化しましたよと。で、このカプセル開けるためには、最低でももう1試合試合しなきゃいけません。適当にセントラルレベル3で、またイージーで試合しましょう。試合終わるまでカットします。はい、試合終わりました。2試合消化しましたね。はい。2試合消化すると、今のね、カプセルが、開くことができます。このボタンで開けちゃいましょう。これで、エンブレムができますと。はい、こんな感じですね。今の、試合、何やりましたかっていうと、イージー、ハード、ノーマルは関係ありません。イースト、で、1試合。あと、セントラルで1試合やりました。で、今の、カプセルの色は赤色でした。これでね、ちょっと、わかる方はいらっしゃるかと思います。カプセルの色と、イベントデッキの、イースト、セントラル、ウエストによって、カプセルから出てくるエンブレムの種類っていうのが、決まります。それが今ね、右にある、表でまとめてあります。で、今回は、イーストとセントラルをね、1試合ずつやったんで、で、それで赤カプセルってことで、札幌が対象になりますね。イーストだとまず。札幌、鹿島、で、浦和、大宮、この 4クラブですね、のエンブレムが出ますと。で、実際に出てるのが、札幌出てますね。はい。で、大宮と浦和も出てますと。で、もう1個セントラルでもう1試合やりました。で、セントラルの赤、新潟、金沢、清水、名古屋、京都。が、出るはず。で、名古屋出てますと。はい。そういうことなんですよね。はい。これで、説明できてるかわからないんですけど、試合の、デッキ、試合をしたデッキと、あと、カプセルの色によって、エンブレムが違いますよと。はい。なんで次、見ていきますか。また、カプセルをゲットしましょう。これはちょっと例外でして、これ金確定なんですよね。エンブレム40クラブ、J1、J2 40クラブあって、その中でも3種類あります。金、銀、銅と。はい。で、この金、銀、銅はさっきのポイントが溜まってたと思うんですよ。ポイントが高ければ高いほど、金が出やすいと。で、低ければ低いほど銅が出やすい。で、真ん中が銀色と。で、今回これ確定なんで、確定で、赤い金エンブレムが出せるんですよ。で、これは、デッキによるんですけど、このカプセルやっちゃいましょうか、じゃあ。で、このカプセルにして、イースト、セントラル、ウエスト、3種類あって、どれでもいいか。やっちゃいましょう、とりあえず。じゃあ、ウエストからまずやっちゃいましょう。カットします。はい、今2試合終えました。先ほどのカプセルはですね、2試合終えたら、もう開けられたんですよね。で、エンブレムゲットできたんですけど、今回のこの金閣っていうのは、絶対に5試合、勝たないと開けられないんですよ。で、今右下の方に、書きました。金確定は、5試合絶対やらなきゃいけません。で、銀確定の、カプセルもあります。こちらは3試合。絶対やんないと開けられません。で、銅確定もあって、これは2試合って感じですね。この確定のカプセルっていうのは、この決められた試合数をこなさないと開けることができません。
なんで残り3試合、やっていきたいと思います、終わるまでカットします。はい、今4試合終わりました。でここで皆さん、見ていただきたいのは、まあ今、ウエスト3試合、セントラル1試合で最後、セントラル1試合やりたいと思います。これで、どこのね、エンブレムが出るのかっていうのを皆さんね考えていただきたいかなと思います。早速最後セントラルで、ハードで、まあ、これだ何でもいいんですけどやりたいと思います。カットします。はい、それでは、5試合ね終わらせてきました。どのエンブレムが出るのか皆さん、わかりますでしょうか。はい、こちらお全部ニューってめちゃくちゃいいですね。はい、で、これは、セントラルと、ウエストやりました。で、まあ、これ全部、ウエスト、あ、でも、金沢が、セントラルか。金沢、赤の金沢、ありますね、はい、ここ。赤の金沢が1個あって、で、あと、ウエストが3つですね。神戸、赤ですね、はい。で、琉球も赤。で、山口も赤。はい。これが出ましたよと。確定で、金だったんで、金4つ出ました。こんな感じですね。これでもう皆さん、大体、分かっていただけたかなと、思います。で次に、まあ、ちょっとね、エンブレムで狙っていきましょう今回。銀出ちゃったわ。ダメだ。で今回また銀というわけで、じゃあ銀、私の今デッキでじゃあ銀は何がないのかなと。で今青ですね、青の銀、青の銀、山形ないですね、青の銀で、水戸もないですね、青の銀で、群馬はもうあると。まあ、東京もない。でも、ベルディの、銀はある。町田の銀もある。で、まあ、セントラルだと、まあ、マリノスと。マリノスだけか、セントラル。で、ウエスト見ると、うん、徳島、福岡、鳥栖、3つ。で、今多分デッキ見ると、まあ、イーストとセントラルしかありません。ってことは、まあ、イーストやるのがいいのかなと。イーストは、水戸の真ん中前期、銀と山形の銀もないですし、東京の銀、この3つの銀がないんで、じゃあ、ちょっと、イースト行ってみようかなっていうことになるんで、これは、銀なんで3試合ですね、やっていきたい。イーストで3試合やっていきたいかなと思います。カットします。はい、これで、イーストで3試合やってきました。銀確定の青ですね、出るのは山形、水戸、群馬、東京2つと町田の1つ、これ確定ですね。の銀が絶対出ますよ。さあ頼むぞ。あー、まあ東京だけ持ってないのは東京だけ出ましたよと。今までのね、3つのカプセルで、まあ、イースト、セントラル、ウエストと、カプセルの色によってのエンブレムの出方っていうのをね皆さん、分かっていただけたかなと思います。で次は、このエンブレムの何ていうんですか、まあ、種類といいますか、この金銀銅ですね、これの、まあ、出し方といいますか、まあ、これ、まあ、読んで字のごとくなんですよね。ためた CP が多いほど、まあ、金が出るんですよ。で、ためた、CP が少ないほど銅が出るんですよね。はい、でそれを、また今回ね、見ていこうかなと思います。まずはカプセルゲットしちゃいましょう。黄色ですね、黄色の、まあ、マッチ6とで、黄色私仙台持ってないんですよね。仙台だと、千葉も持ってないんで、これはあの CP を少なめにやりたいってなると、まあ、カプセル確定させて、まあ、少なめでいってで黄色の、銅エンブレムが出てないのは、まあ、仙台と千葉なんで、イースト選びましょう。でイーストでこれイージー選ぶんですよ。イージー選べば、まあ、多少ね、低いって言いますか、今この948っていうのがこの CP ですね、はい、で948のイージーを選べばこれ1倍倍率変わりなしと。でこれをノーマルとかハード選んじゃうとこれが高くなっちゃうんですよね。なんでここはイージーを選んで、まあ、銅のエンブレムが出る確率を、まあ、上げるってわけじゃないですけど、まあ、維持するといった感じですね。今、まあ、カプセル開けられないんですけど、今ここにですね、この銀が 10% 出現しますよっていうのがここなんですよ。でこれ銀 10% の今銅が多分 90% だと思うんですよね。で金なしの状態ですね。
で、まあ、試合、2試合してこれがまあ上がっちゃうんですけど、まあ、最小限に抑えるためにイージーを選びますと。また試合2試合終わるまでカットします。はい、というわけでイージーイーストでイージーを2試合やってきました。このね、このマッチ4でこの1896っていうのが、これも CP ってやつですかね。これが高ければ高いほど、あの金エンブレムが出る確率っていうのが上がってくるんですよね。逆に低ければ低いほど、銅エンブレムが出やすいと。で今回、まあ2試合やって街の今の特攻していますか、もう CP レベルが948なんで、その ×2の1896、これがまあ一番最低値なんで、まあ、これは致し方ないよと。で今この1896で、まあ、銀エンブレムが 42% 出る、つまり、58% は、銅エンブレムが出ますと。でさらに、これ2試合ともイーストでやったんで、イーストの、まあ、黄色ですね、仙台、栃木、大宮、千葉、柏、東京、ベルディと、この1,2,3,4,5,6 種類のクラブから、まあ、ランダムで選ばれますと。で私が欲しいのは、まあ、仙台と、千葉の、同エンブレムです。早速見ていきましょう。頼む。おー、いいですね。はい、こんな感じで、狙い撃ちできるんですよ。今のは、銅エンブレムを、まあ、狙い撃ちしたかった時の、方法ですね。で、今度はじゃあ、逆にね、CP が高ければ高いほど出る、金のエンブレムを狙い撃ちしたいと思います。まずは、カプセルゲットいきましょう。ゲット、マッチ5で、青ですね。で、青の、じゃあ金エンブレム誰狙おうかなと。はい。ガンバ行くか。まあ、こっちとも相談しなきゃいけないんですけど、まあ、イーストとセントラルだから、あれか、イーストセントラル。うん、セントラルでいきますか。セントラルの、じゃあ、まあ、川崎とかね、はい。川崎とか、まあ、横浜 FC とか、で、ジュビロ磐田も、甲府とかね、ここら辺がまだ、金エンブレムないんで、これをね、狙いに行きたいと思います。狙うためには、この、さっきのね CP レベルをね上げなきゃいけないんで、ここハード選びましょう。ハード選べば 1.5 倍なんで、レベルが高くなるんですよね。はい。で、カットします。はい、というわけで、2試合、行ってきました。2試合やって、金のエンブレムが出る確率今 10% なんですよね。で、もう一応カプセルを育成完了することができるんですけど、まあ 10% じゃちょっと心細いなと。はい。なんで、これ、まあセントラルはなくなっちゃったんですけど、まあウエストでも、まあガンバとか、徳島もないですし、岡山も、金ないですし、そこら辺ね、大分もないし、トスもないので、ここら辺狙うために、あとまあ金エンブレムの確率を上げるために、さらにねウエスト2試合ねやっていきたいかなと思います。ハードでいきましょう。カットします。はい、ウエストでさらに2試合やったことによって、金エンブレムが出る確率 33% になりました。で、まあ、さらに、もう1試合できるということで、もう1試合ね、セントラルで、もう1試合やって、このカプセル開けたいと思います。はい、5試合で、合計6258ですね。まあ、これだとまあ 50% ぐらいで金のエンブレム出るんじゃないですかね。あーまあ1個出ましたよと。はい、こんな感じでね、まあこれでまあ銀とかね、まあ金とかをこういった感じでね狙い撃ちすることができますという話でした。はい、今までの、カプセルの、上げ方によって、まあどのクラブのエンブレムが出るのかだったり、どの色、まあ金銀銅ですね、どの色のエンブレムが出るのかっていうのは、まあ大体、まあ自分でね操作できるっていうのが皆さん分かったかと、思います。でこのこのレベル1から3がイージーとか、これはまあ目安と言いますか、このデッキレベルですね、デッキレベル、まあ1から3だとまあイージーだけ勝てるかなって感じで、でまあレベル4から6はまあノーマルと、まあもちろんイージーも勝てますよと。で、レベル7から10まであれば、まあ、ハードも勝てますし、まあ、他のね、イージー、ノーマルやってもいいですし、で、最終日2日前かな、から EX ハードが、解放されて、これはね、まあ、
ポイントがね、2倍になるんで、まあ、金エンブレムとかね、集めるには、まあ、これを回すのがいいのかなと。まあ、だいたいレベル8からレベル10で勝てたような覚えがあるんで、一応こうしております。はい、以上の点を踏まえて、じゃあどうやって走るのが一番効率がいいのかっていうのは、まあ、私的に考えたのは、やっぱり先に、銅エンブレムを全部取っちゃいましょうと。はい。で、銅エンブレムを取っちゃえば、あとは、銀とか金なんで、まあ、銀とか金は試合数を多くこなしてもらえますんで、先に銅エンブレム取っちゃって、まあ私みたく、今これ残っちゃってる銅エンブレムが、まあ札幌だけですかね、札幌残っちゃってるんで、もしも赤の、銅確定が来たら、まあ、イーストで試合して、まあこれは取っていければいいかなと思っております。で、特攻値をね、結構ね、上げちゃった人っていうのは多分、銅っていうのは集めにくいと思うんですよね。そういう方、まあ多分少ないとは思うんですけど、そういう方は、まあ最終日とかに特攻を売却して、まあ、銅エンブレム取りに行ったり、まあちょっと時間かかるとは思うんですけども、銅エンブレム確定の時に、まあ頑張ってね、銅エンブレムは集めていければいいのかなって感じですね。はい。このエンブレムゲッターなんですけど、他のね、ランキングイベント、パネルストライカーや、トロフィースクランブルとは違って、このスコアがあると思うんですけども、まあ、パネスト、トロランはですね、まあ、スコアや、ポイントがある一定値に溜まったら、アイテムがもらえるっていう、まあ、累計報酬形式だったんですけど、このエンブレムゲッターはですね、このスコアって、もうランキングを表示するためだけのものなんですよね。なんで、まあ、ランキングイベントあんま興味ねえなっていう人は、このスコアはあんまり、気にしなくて大丈夫です。で、じゃあ累計報酬って言いますか、報酬は何なんだってなると、まあ、これですね、はい。図鑑の、コンプリート報酬で、こんだけもらえますよと。はい。で、これエンブレムをどれだけ集めたかですね、これ種類関係なくて、まあ、金エンブレムを、どれだけ集めたかっていうので、こんだけもらえますと。はい。まあ、ここはまあ、180までいけばいいでしょう。はい。ミサンがもらえますし。まあ、キャプテンガチャを引きたかった方いらっしゃれば、まあ、キャプテンガチャまで行っていいんですけど。で、銀も同じく、まあ、ブロリースパイクは絶対取っといた方がいいかなと思うんで、まあ、なんだったらお気に入りクラブ70以上もいいですし、まあ、ソックス。うん、まあ、ここもまあ、人それぞれなのかなと。で、銅に関しては、なんだろう、もうグローリースパイクで止めてもいいのかなと。いった感じ。まあ、全然来ちゃう分にはいいんですけど、こんな感じですかね。はい。で、このカプセルの開封ランダム報酬もあって、で、まあ、高ランクのエンベルが出現するほど、希少アイテムが出やすくなりますと。だからまあ、金エンブレム4つとか出れば、まあ、もしかしたら G85 以上ガチャ券もね、出るかもしれないよと。まあ、その確率は一番金4つが出た時が高いよっていう話ですね。はい。で、まあ、ランキングイベントは、まあ、皆さん見てわかる通り。で、今回から初めてですかね、J クラで。もう確定ガチャ券が出たんですよ、とうとう。今まで、まあ、お気に入りクラブの限定ガチャ券っていうのは配られてましたけど、今まで2枚だったんですよね、絶対。お気に入り。っていうか各クラブ限定カード、今回初めての、各クラブ1枚で、お気に入りクラブ、キャプテンガチャ券ということで、もう確定ガチャ券ですね、1位から3位の方は。はい、というわけでエンブレムゲッターの、大まかな説明でした。ちょっと説明下手くそで申し訳ない。そしてテンションがめちゃくちゃ低かったもう撮影時間がまあ2時とかなんで、あのエンブレムゲッターが始まったちょっとね、真夜中でもクソ眠いっていうのもあって、すごいテンション低かったと思うんですけども、大変申し訳ないと思っています。はい。まあこんな感じでね、エンブレムゲッターやっていけばいいのかなといった感じの動画だったんで、もしまあ参考に、皆さんにの参考になればよかったかなと思って、まあ、すぐ動画上げたいなと思って、ちょっと夜中テンション低いんですけど撮らせていただきました。またね、次回の動画または、ライブ配信でお会いできればと思います。すいません、寝ます。おやすみなさい。チャンネル登録してくれたら嬉しい。 Twitter フォローもしてくれたら嬉しい。ルルル just my type。 ごめんなさい。